巻いている上野選手にインタビューしたいと思います。上野選手かわいい、でかいけど。自己紹介自分でできるよね。はい、背番号、17番フォワード上野真美です。よろしくお願いします。クール、かっこいい、鼻声。普段ちょっと真面目に聞いていい？仕事何してるんですか？仕事は小学生を教えてます。教えてます。はい、スクール？スクールです。はい、スクール何が楽しいですか？まあ、子供は素直なんで、もう楽しかったらワイワイして、で悔しかったらめっちゃ悔しがるんで、もうそれが面白いです。はい、子供の成長見れるからね、はい、いいですよね。何聞こうかな。何聞こうかな。何聞こう。どこ出身ですか？出身は熊本県です。あ、じゃあちょっと熊本のいいところを聞いてみたいと思います。熊本、あんまり住んでないか。そうですね、熊本。なんだろう、馬刺しが美味しい。馬刺し、ちなみに何作って食べる？わさび醤油。わさび醤油？生姜じゃなくて？生姜じゃないです。わさび醤油派？ちょっと私食べたことないんで、今度食べさせてもらいたいと思います。そんな上野選手に今年の目標、抱負？なんかね、代表とかにも行くから、そういうチームの目標プラス、そういう何、ワールドクラスの目標もいい？2つ聞いていい？はい、はい、やっぱりチームとしては、まあ、一部昇格っていうところを目標に、まあ、個人としても、点を取ってチームの勝利に貢献できるよう頑張りたいと思います。はい、ちなみに、はい、何点？そうです、去年よりはもっと取りたいです。だから具体的な数字だ。10点取ります。言いました、10点取ります。上野選手、ね、山城選手も10点じゃなかった？今年愛媛10年目で、はい、山は10点って言ってたよ。マジですか？ちょっとそこ一緒だったらちょっとあれじゃない？じゃあ11点出ました。11点、上野選手11点取ります。はい、頼んだよ。はい、頑張りましょう。頑張ろう。はい、はい、頑張りましょう。よし、上野選手でした。はい、さて